はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、こちらのミリタリーのウォッチというかですね、あのハミルトンのですね、カーキフィールドというですね時計をちょっと紹介しようかなと思っております。はい、こちらですね、最近購入したんですけれども、前からね、結構ミリタリーウォッチが欲しいなと思ってたんですね。っていうのは結構その古着屋とかに行くと、古着屋さんのあのカウンターのあのレジ横とかにショーケースとかがあって、まあ、そこにね、結構ヴィンテージのターコイズの指輪だったりとかこういろいろ置いてるんですけど、大体そこにこう時計もいくつかこう置いてあるところもちょこちょこあって、その中にね、大体このミリタリーウォッチのヴィンテージの40年代とかねぐらいのやつがね、大体飾ってあったりするんですけど、あのまあ雰囲気というか、あの可愛らしさというか、あの全然こう今の時計のこうなんていうんですかね、すごい精巧なこうゴリッとしたこうなんていうんですかね、すげえいい時計っていう感じじゃなくて、本当こう実用に特化して、そしてまあタフで本当にこうシンプルに愛されてきたんだなっていうような、このミリタリーの時計ですね。あれをこう見るたびにですね、まあ、いつか一本ちょっとミリタリーっぽいやつ欲しいなと思ってたんですけれども、なかなかヴィンテージだとね、ちょっとメンテナンスだったりとか何がいいっていうのがよく分かんなかったんで、まあ、漠然とミリタリーのウォッチ欲しいけど、まあヴィンテージちょっと難しそうだなと思ってたところですね、こちらのハミルトンのですね時計を、っていうのはあれですね、東京古着日和の三石健さんがつけてらっしゃったんですよね、こちらを。はい、すごいYouTube のチャンネル好きでですね、三井さん の, あれを見てたところ、この時計を三井さん多分私物で持っていてされていて、それをこう YouTube 内で紹介してるっていう動画があってですね、このハミルトンのやつを紹介されてた時に、あ、これめっちゃいいと思ってですね、まさに本当にそのヴィンテージじゃないけれども、それをすごい踏襲して作られてるんですよね、モチーフにして作られているので、むちゃくちゃこう本物っぽい。で、多分本当のミリタリーの、オチはもうちょっと多分ちっちゃいはずなんですよ。もう一回りこの K がちっちゃいと思うんですよね。結構確かに古着屋さんで見ると、レディースとまでは言わないんですけど、確かに結構ねちっちゃめな感じなんですよね。で、これが38かな、38なんですけど、おそらく本物は、本物というか実際のヴィンテージは34とか36、30、もしかすると2とかもあるのかもしれないですけど、結構ねちょっとそこら辺そんなに俺時計詳しくないのであれなんですけど、多分結構ね全然ちっちゃいんですよね、もっと。はい、なんでちょっと大ぶり、ミリタリーのこの時計にしてはちょっと大ぶりなんですけど、まあでもね、全体的なその雰囲気はもう本当にミリタリーウォッチっていう感じなんですよね。はい、この数字の文字盤の感じとかがミリタリーっぽいなと思ってですね、これはいいなと思って、でこれ手巻き、完全に手巻きなので、あれですね、自動ではこう動いている時に勝手にこう巻いてくれるわけでもないし、電池とかでもないので、まあ自分でコリ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 こう朝10回とか20回とか、巻いて1日過ごして、でまた次の日朝巻いてみたいな。ちょっとね、巻く回数とかいろいろ調べたんですけど、あんまりこうはっきり書いてなかったんですよね、このハミルトンのこのもの、カーキのこの時計は、まあ大体何回巻くといいよとか、何時間おきに巻くといいよみたいなこう目安があんまり書いてなくて、届いた説明書にも特にそういうのが、記述が普通に手巻きなんで、まあ巻けば使えますよっていうことは書いてあるんですけど、目安的なものが何にも書いてないので、まあ自分でこう使いながら把握していくしかないかなと思って、昔ヴィンテージのミリタリーではないんですけど、ヴィンテージの時計を買ったことがあるんですけど、それはもっとちっちゃくて、15回以上巻くとなんかプチってこう切れちゃうかもしれないんで、その裏のゴムというか、なんかその ね、なんていうんですかね、その巻いた時に使ってるそのパーツが、その15回以上20回とかまで巻いちゃうと、プチンって一定のとこ行くと切れちゃうんで、巻きすぎないでねみたいなことをちょっと店員さんに言われて、怖っと思ってですね、はい、なんでこれもあんまりそのイメージが強いんで、まあ多分大丈夫だと思うんですよ、そのある程度巻きすぎてもこうなんていうんですかね、こうロックなんていうんですかね、切れないようにできてるとは思うんですけど、壊れないようにはできてるとは思うんですけど、一回前にそういう話を聞いちゃってるんで、ちょっとなんかあんまり回しすぎも良くないだろうなっていう気もしていて、まあ目安としてはだからいつも朝
ですね10回、15回ぐらいかな回して、でたまに夕方夜ぐらいにあっと思ったらまあ5回かそのぐらいをちょっともう追加で回してあげて、で朝起きても全然まだ回ってるんで、確かね80時間マックスマックと80時間ぐらい持つって書いてあった気がするんで、かなり持つのかなと。ただまあそのマックスマックって何回なんだろうっていうのはよくわかんないんですけど、まあ、とにかくそんなに、まあ最悪止まってたら別にまた合わせればいいだけなので、まあ別にいいんですけど、ただねその止まってることに気づかないでこうね、あ4時半かみたいな見てなんか間違ってやると、まあ、時計の意味って何ってなっちゃうんで、まあ、極力そう切れたくはない、切らしたくはないじゃないですか。だからまあちょこちょ こう気づいたら巻くか、まあ巻きすぎ注意ってですけどね、はいっていう感じですかね、はい、ちょっとこの時計 の説明をちょっとしようかなと思います。こちらがやっぱり、38mm の艶消し、ステンレススチールケースですね、はい、で三芯表示ですね、ダークカラーのダイヤル、蛍光塗料があしらわれたインデックス、そして耐久性に優れたナトストラップ、新しいカーキフィールドメカは1960年代のオリジナルモデルを忠実に復刻し、ハミルトンのミリタリーウォッチの歴史を色濃く反映していますってことですね。ミリタリールーツに根ざした、機能美を感じさせるタイムピースで、ガラスはですねサファイアクリスタルガラスというものになりますね、はい。そうサファイアクリスタルガラスは多分、ロレックスとかああいうメーカーさんのそれもこのサファイアだった気がするんで、結構本当いいパーツなんだろうなと思うんですよね、はい。で値段もですねちょっとその売ってるところによって多少の差はあるんですけど、だいたい4万から6万円くらいだったかなぐらいで、売られているので、安いところを探せば本当4万円台ぐらいで買えるかなっていう感じですね、はい。俺も極力さ安いところをまあ探して買いましたね、はい。ハミルトンですね、初ハミルトンです。俺時計自体がそもそも結構ここの自分のね汗でちょっとアレルギーが出ちゃう体質だったんで、リストバンドとかちょっと厚めの革のブレスレットとかしてるともうほんと1日つけたけどもここがすっごい痒くなっちゃうんですよね、赤くなって、で水ぶくれみたいになっちゃうんで、あんまりつけなかったんですけど、なんでかねちょっと年を追うに従ってなんか結構こう昔はこういうのとかもつけれなかったんですけど、だんだんつけれるようになってきたので、それでね最近ちょっと時計もちょっと増やし始めてというか興味を持ち始めて買うようになってきたんですよね、はい。なんでそんなに時計は多くは持ってなくて、多分時計好きの方とかねもう20本30本持ってたりとか、別に本数はもう5、6本だけどもうすごいいい時計みたいな、もう皆さん持ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、一番まだまだね本当に好きな憧れのやつからまあ始めて、前にも紹介しましたオメガとかね、あと G-SHOCK とかですね、実用的な感じのを持ってて、でこれミリタリーウォッチを新たにちょっと購入したような感じですね、はい。すごくいいです。このストラップも初めてなんですけど、まあミリタリーっていう感じなんで、ミリタリーの方の何ですかね面構えにすごく合ってますし、丈夫でタフで、で水濡らしても確かに乾きやすいというか平気な感じですし、はい、これは本当結構実用的にガシガシ使っていきたいなと思いますね、はい。で今日はまあこのミリタリーウォッチに合わせてちょっとミリタリーシャツで合わせてみました、はい。こんな感じですね。というわけで今日はですねこちらのハミルトンのちょっと裏もちょっと見せておこうかな、こんな感じですね、はい。三井試験さんとお揃いの、はい、結構人気のある時計だと思うので、俺はあまり時計をねそんな詳しくなかったんで知らなかったんですけど、多分時計好きだったり多少その何ていうんですかねこれのミリタリー系好きな人はもう何を今更っていうレベルだとは思いますが、はい、こちらのハミルトンいい時計だなと思います本当に。なので、まあ、今期ね結構バズさんのミリタリージャケット、まあもともとミリタリーは本当に大好きなんですけど、特にそこら辺もね結構 MA1 を買ったりとかね、ヘリパイのジャケットを買ったりとかいろいろ増やしてるので、はい、こ
そこら辺とね、まあそこら辺と合わせるともう本当にゴリゴリにはなりますが、でもなんか結構それも最近ありだなと思ってきたので、はい、なんなら下 M65、M51、2とか M47、2あのもう M51 とか M65 合わせるのも逆にありかなと思ってるんで、なんかこの辺の時計もね、合わせてもう本当にもうここら辺まで合わせてきちゃうと本当ゴリゴリになりすぎちゃいますけど、まあちょっとインナーを変えたりね、ちょっとあのフェドラハットとかにするとか、ちょっとブーツとかね、靴をちょっとあのミリタリーっぽくないものに合わせれば、まあなんかいけるかなと思って、まあそんな感じでコーデしていこうかなと思ってますね。はい、というわけで本日はこちらのハミルトンのですね、カーキフィールド、時計を紹介させていただきました。ちょっとあんま時計詳しくないんでちょっと間違えてるところがあったらごめんなさい。はい、というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。またね。